2日火曜日の全国の天気をお伝えします。日本海上に発生する低気圧の影響で北日本は広く雨具の出番です。特に道内や東北の北部は雨足が強まったり雷などを伴う恐れがあります。沿岸部を中心に風も強く吹きますので丈夫な雨具があると安心です。その他の東日本から西日本は穏やかに晴れるところが多くなります。関東は朝にかけてにわか雨の可能性がありますが次第に降りにくくなる見通しです。低気圧から伸びる前線などの影響で北陸から山陰にかけての日本海側の地域では晴れていてもにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。晴れるエリアを中心に日中は過ごしやすい体感ですが朝晩との体感差が大きくなります。服装で上手に体感温度を調整してください。詳しいお天気情報はウェザーニュースのスマートフォンアプリからもご確認いただけますのでぜひご覧ください。